はい、結婚式の途中ちょっと待ったが5人入ってきました。どうなの。はい、では、先行決めます。はい、先行がオーブンの感情、後攻が、決まり組です。スタートです。ナコード入れて7人で帰ってきた。で、2ポイント。はい、決まり組。寺門ジモンがいい話を聞かせて。2ポイント。はい、で、オール。あの、5人とも誰の何でもない人たちだったので、そのまま放置した。ゼロ。決まり組。新郎新婦とその5人でイナズマイレブン。4人足りてないか。はい、オールの感情。あの、5人用 の, あのメニューを用意するためにフォアグラがちょっと変な形で出てきた。1ポイント。少し部屋が狭くなって気持ち悪くなっちゃった。3ポイント。オーブンの感情。あの、元横浜のラミレス監督が、あと4人いればブラックベイスターズができるのに。もう元なんかやめたんですか。あんまり全然野球に詳しくない。今 YouTube やった。はい、決まり組。そこに新郎新婦の新居を新築する。はい、オーブンの課長。初めての共同作業の幸せを5人ともシェアしてほしいです。2ポイント。5人入ってきて、ちょっと何してるのって言って、キチガイの音楽を奏で話す。最初に質問してきたら怖いな。オーブン課長。ブーケトスを盛り上げるだけの男たちになった。3ポイント。はい、決まり。なんか盛り上がって東急ハンズ行こうってなった。ゼロ。オーブンの感情。全員音響ブースに入っていって、それぞれのバタフライを流し始めた。デジモンのやつとかね、コーダ組のやつとかね。よくありますかね、バタフライって曲は。危なさいの全然出ないんで。はい、すいません、ひまぎ。3人バイトで帰った。あ、ポイント。時間ギリだったのかい。オーブンの感情。あの、ちょっと待ったって、4人ダーッて入ってきて、あれ、1人足んないなと思ったら、1人がゆっくりゴンドラで降りてきた。2ポイント。急なことだったので、こっちもお茶とか用意してなくてすいませんって。はい、はい、13対13ですが、時間は1分です。10秒スタートです。ワリさんの記号が殺しに来る。
はい、おひまぐみ。トイレ、おしっこ、うんち、お尻、さんす。はい、大野くんだ。じゃあこれ分かる人ってあげ先生にあてられたんですけど、あのノートに何か書き始めて何が取ったら分からない、分からない、分からない、分からない。ゼロ。ひまゆみ、突然立ち上がって、先生、僕グレーのようになりますと違った。BTSD なのそれ。あの調理実習の時だけ生き生きし始めて家庭科を授業として見ていない。ゼロ。につけて踊った。1ポイント。オウム感情。リスはペン、これはペンですか？え、か、加湿器。3ポイント。はい、ひまぎ。逃がしちゃいけないクジャクを逃がした。3ポイント。逃がしていく弱はないよ。オーブンの感情。理科準備室で丸底フラスコをじっと眺めている。ゼロ。はい、決まり。算数を似た。ゼロ。オーブンの感情。絶対惜しい。塩酸五穀。三ポイント。何の隠し味？さあ、オリンピックの権利はまだ使わない。権利。はい。いや、ポーズをしない人がいるとアシストなんで。相手の名前を完全に忘れた時の対処法にはこんなのがある。相手の名前完全に忘れた時の対処法にはこんなの。はい、ひまぎみ。とりあえず ELT でーすって挨拶する。1ポイント。オールのことあなた、あー、そうですよね、あのあれですよね、あの足立区っぽい人ですよね。鶏を見たときと別の感情が湧いたと答えた。はっ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 。オーブンの感情。社長みたいに座って君は僕にどういう価値を提供できる。ポイント。免許証のコピーをねだる。あ、ゼロ。あ、決まりました。決まりました。どうも、どうも。じゃあ、決まりましたね。じゃあ、後で説明します。とりあえず一回お席に戻りください。